こんにちは、フルートの立花です。今日はですね、ちょっとした実験をしてみたいと思います。何の実験をするかというと、じゃじゃんと、パーティーなどに使う声の変わるヘリウムガスです。このヘリウムガスを吸ってフルートを吹いてみたら、声が変わるのと同じようにフルートも音が変わるのかっていうことを実証してみたいと思います。実はですね、僕こういうヘリウムガス吸うのも実は初めてなんですよ。なので一度まず普通に吸って声を出してみて、声が変わるのかってことをまず試してみたいと思います。使い方は、声変わり君の使い方、まず思いっきり息を吐いてから鼻をつまみ、先端のノズルを口に加え、ノズルを押しながら缶の中の人工空気だけを吸い込んで息を止めてくださいということですね。これこんなに大きいのにたった4回か6回しか使えないんだそうです。だからちょっと失敗しないように気をつけていきたいと思います。鼻をつまんで、ちょっと肺活量には自信があるので、鼻をつまんで、お、すごい変わりましたね。うん。へえ、こんな風になるんだ。戻ってきたかな。うん。うん。さて、ではここからが本番です。課題曲はこれにしてみましょう。実際にヘリウムを吸った時にどんな風に音が変わるのか。では実践です。ものすごい変わりましたね。自分が思ってたよりもすごい音が変わってびっくりしました。やはりこうブレスをしていくごとにだん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 音が戻っていくんですけれども、4回か5回ぐらいまでは結構そのヘリウムの影響を受けて音程がかなり上ずってましたよね。半音以上か全音近い感じ、ラの音ぐらいまで出てたぐらい高かったですよね。いやー、びっくりしました。曲の中で使うというわけには多分いかないと思うんですが、一発芸や余興などにいかがでしょうか。ではまた。メルマガでは皆様からのフルートに関する疑問や質問などを募集しています。パソコンの方はこちらの登録ボタンか、タブレットやスマートフォンの方は下の動画説明欄から登録できますので、ぜひクリックしてみてください。たくさんの投稿お待ちしております。